皆さんこんにちは。今回の動画はですね、いつものフレーズ紹介とはちょっと違うんですけれども、バンポブチキンさんのオンリーロンリーグローリーの、イントロで使われる、フレーズ。今回は、イントロに絞ってやろうかなと思うんですけれども、のですね、ストロークの弾き方ですね、右手の振り方だったりとかをですね、生放送で、ちょくちょく、質問いただいたりします。結構、ちょくちょくというか結構いただきます。どうやって弾いてるんじゃいみたいなのをですね、質問いただいたりとかするので、それに、答えさせていただく動画になります。まあ、その時々でですね、その都度、簡単には答えさせていただいてるんですけれども、まあ、今回は丁寧版、一個ずつ解体して、やっていって、理解を深めていって、まあ、それが、他のものに反映できるような感じで、まあ、進めていければなと思いますので、ぜひ、よければ、お時間ある方はですね、ゆっくり、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで、やっていきます。まあ、なんでこういうことが起こるかっていうと、まあ、ライブ映像見た方、見たことある方、オンリーロリーグローリーの、見たことある方ですね、松川さんがすごい火、バーっとですね、もう、めちゃくちゃストローク早く、けど複雑な感じで弾いてるっていうのを見たりとか、で、それでなんかやりたいなってなった時とかに、楽譜見た時に、まあ、これ一小節の中にこんだけの、音符が入ってるんですけれども、なんかいっぱい入ってるし、なんかリズムがみたいな感じでなったりとかして、もう逆に弾きにくいみたいな、分かりにくいみたいななる方も多いと思います。うん。でも、まあ、普通に音源とか聞くと、チャラン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 チャララだから、これだな。あ、これか。うん。だな。でもなんか、松川さんとか弾いてるのと違うな、みたいな感じで思ったりとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、楽譜見るの苦手だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、今回は、そこを一個ずつやっていきます。これで、さっきも言ったように、これで一小節の中にこんだけ音符が入っております。うん。なんかいっぱいですよね。なんか、旗がいっぱいついてたりとか、いろいろあるんですけれども、これはですね、まずは、僕の中の考えとして、まずは、四分音符ずつで見る。うん。っていうのを一個、最初にやります。こういう複雑な時の場合は。四分音符ずつで見るっていうのはですね、まず四分音符、ちょっとここ、ちょっとつまんないかもしれないですけど、四分音符っていうのは、八分音符、旗がこう、ブレーンってついてるやつ。四分音符これですね。棒だけついてるやつ。で、棒と旗がついてるやつ、二つで四分音符一個。っていう感じです。で、棒があって、旗が2つついてるやつが16分音符。で、16分音符4つ。で、8分音符2個。で、4分音符1個。なので、こういう感じにもなりますね。こう。こう、4分音符1個は16分音符4つっていう感じにも、できます。ちょっと消しました。ごめんなさい。なので、そういうのを見ていくと、で、すいません。今回よく使うのが、8分音符1個で、が16分音符2個と一緒ですよ。これもよく使います。今回は。なので、これを頭の中に入れて、一個ずつ見ていきます。まあ、簡単にちょっとここで四分音符、四分音符、四分音符。まあ、一拍って感じですね。一拍、一拍、一拍、一拍。って感じなんですけれども、じゃあここ、棒があって、旗がビュンってついてます。ちょっと見にくいかもしれませんが。そうすると、これが16分音符だなっていうの感じになります。で、16分音符。で、ちょっとこれ飛ばします。で、16分音符。16分音符2個あった。ってことは8分音符1個ですね。うん。で、これは棒が、バンと、これ1個だけ。なので、8分音符です。なので、16分音符2個で、8分音符1個。で、8分音符1個で、8分音符1個。この言い方変ですね。8分音符1個で、8分音符1個。まあ、そのままなんですけど、バンこう。で、8分音符2個ありました。8分音符2個あったら、4分音符1個。っていう感じで、これが4分音符の一拍ですよ。っていう感じで、考えていきます。なので、これはわかりやすい。8分音符1個と、16分音符2個。つながってる。あ、これこうで8分音符だな。で、これ8分音符そのままだな。で、2個揃ったな、4分音符1個。という感じです。で、ここも、ちょっとここ、単位の部分は一番最後に、考えていきます。ここ、16分音符2個。2個だな。あ、1個だな。で、これ1個、こうだな。で、2個なったな。で、4分音符。という感じで、捉えていきます。で、これは16分音符。さっき言ったみたいな、これ。このままなので、この、4分音符1個、16分音符、4つって感じで、考えていきまして、これ、この一塊、一塊、一塊、
で、一拍ずつで、なっていくんだなっていう、こういう構成なんだなっていうのを頭に入れていきます。それで、プラスで、アルファでもし、まあ、これ考えれたりとかして、もうバーって弾けちゃえばいいんですけど、もう弾けなかった場合は、手拍子をしながら、一拍ずつこう考えながら、口で言ってくっていうのをやっていきます。まずは、16分音符1個を「タ」って言う、今回は。で、8分音符1個を「タン」って呼ぶ。っていう風になると、じゃあここの一拍の中にどうやって口で言えるかなってなると、タタンタ、タタンタ、16、8、16なので、タタンタっていう感じになります。で、これを一拍の中に、タタンタ、タタンタ。で、もっとちょっとわかりにくいかな、もうちょっとわかりやすくやりたいなっていう方は、最初のタで、バンと叩きます。で、タタンタ。で、この開いた時に、タが来る。最後のタ。タタンタ。タタンタ。っていう、この、タ、タっていう感じ。で、これを、タタンタ。タタンタ。っていう感じで、イメージしてやってあげるといいかなと思います。で、次に行きます。タンタタ。これは簡単ですね。タン。タンタタ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 。で、これも最後分かりにくかったら、タ。を、開いた時にタが来る。で、タイは後で飛ばします。で、なので、これ16、16、8なので、タタタンになります。タタタン。今回は、で、タタタンのところがこう、パシッと来るようにやってあげるといいです。タタタン。タタタン。で、次、タタタタ。タタタタ。最後は簡単ですね。タタタタなので、タタタタ。均一に入れてあげるだけ。っていう感じで、やります。で、まずタイは、最後に外すので、これを今言ったみたいにやると、タタンタタンタタタタタン、タタタタって感じになります。タタンタタンタタタタタン、タタタタタタンタタンタタタタン、タタタタ。っていう感じになります。で、このタイ、さあ、いよいよこのタイを外していきます。タイを外すってなると、ここを、ターで伸ばしてもいいですし、ここを、た、ん、1個のこの8分音符1個と、同じ長さになるので、たんの、ん、に、してあげる。かして、ここをつなげていきます。なので、たたん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 たたたたっていう感じになります。たたん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 たたたた。んで言っちゃった方がいいかもしれないですね。ここ、ん、んでいきます。ちょっとここも、ここだけで出てくる特別なものですし、んでやってみます。タタン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 タタタタ。んで叩く。3拍目の最初は、んで叩く。タタン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 
じです。で、最後というか、うん、これはもうこのままいけちゃえば OK です。四分音符ずつで、まずは、口で言うんじゃなくて弾くをやってみましょう。うん、で、今回は、最初に出てくるコード、これでいきます。6は弾かずに5弦から3-3-0-3-3、これです。まずは1個ずつ分解します。四分音符ずつで弾いてみます。タタンタで、できればなんですけれども、振りっぱなしで弾く、空ピッキングを入れた振りっぱなしで弾くっていうのをやっていきます。うん、なので8分音符のんだったりとかするところは全部空振りになります。全部空振り、タタンのんは空振りで、このタンタタのタンのんは空振りで、まあこのタイは、まあ置いといてって話したんですけれども、ちょっと先に行っちゃいます。最後、最初のんって言ったところのタン、ここのタンですね、ここの赤のタンのんはここは弾かないので、これを空振り、今度はダウンで、ダウンが空振りです。ダウンが空振り、ダウンが空振り、うん、で、ここ最後のターン、ここはアップが空振りっていう感じで、最後はタタタタですねって感じでやっていきます。うん、で、まずは一個ずつ見ていきたいので、ここのタイは考えずに一個ずつ分解してみていきます。タタンタで空振りしますね、ちゃんとタタンタ、ダウンアップ、ダウンアップの記号です。
で、これを最初言ったみたいに音聞いたままそのまま弾いてみようってなったりすると考えやすい考え方。この考え方、まあ、これでも OK って言ったんですけれども、これだとですね、ここの最後の、今僕が言った感じだとアップで戻ってきたいところがダウンで弾くことになります。ので、今回はですね、アップで帰ってきたいのでちゃんと空振りをします。ここの「ん」のところを空振りします。タタンタって感じです。で、次見ていきましょう。タンタタのところを空振り、タンタタタンタタという感じで、どんどん言いましょう。で、これ、まずタイは考えずに弾いちゃいます。まず弾いちゃう。タタタン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 、うん。で、最後、これ最後ですね、タタタンって感じでいきます。なので、これを一個ずつゆっくりやると、タタンタタンタタタタタンタタタタっていう感じになります。はい。で、最後ですね、タイの部分を意識してってなると、最初に言ったみたいにですね、ここがですね、空振りに、ここが、口で言った時にも説明しましたが、8分音符1個になりますよ。ここの16分音符2個くっついてっていう形で考えちゃうと、8分音符1個になります。8分音符1個になると、ここがタンになりますね。なので、このンのところをダウンで空振りしてあげる。で、ここの3拍目のここをアップで弾いてあげるって感じになります。なので、通してやってみると、って感じです。今ちょっとさらっとやっちゃいましたけれども、ちょっと体に乗せてやってみると、ここタタン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 タタタタタタン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 タタタタ、このんの、このタイのところだけダウンで空振り、ダウンで空振り。他はタンのんでアップで空振りなんですけれども、ここだけちょっとね、もう一回言ってきますけど、違う現象が起こります。うん、ダウンで空振り。こういう感じでございます。はい。タイの部分を、まあ、つなげるって書いちゃいましたけど、意識してちゃんと意識していく、それで完成っていう感じでございます。本当にもうこんだけ、うん、まあ、ゆっくり解剖してみるとこんだけっていう感じです。こんな感じっていうね、感じですね。うん、なんかね、手の振り方とかなんか見たことあるなみたいな感じになると思うんですけれども、こういう感じでこのストロークはできているっていうイメージでやってください。増川さんがすっげー弾いてるな、めっちゃ弾いてるな、で、どこで出してんだろうなってなって、あ、楽譜見てやってみようかなってなった時に、こういう風に考えていくと、まあ、わかりやすい。まあ、パッと見てやれる方はもちろんいいんですけれども、こういう風に考えるとわかりやすいという感じでございます。いかがでしたでしょうか。で、例えば、この先に32部とか、まあ、バンプさんだとあんまり出てこなかったりするんですけれども、そういうものとかも全部含めて、こういうのがね、全部成り立ちます。で、四分音符の一拍四分音符で、これでこうバッて考えていくと、手拍子でなんかリズムがいっぱい、なんかよくいろいろな音符がね、入ってて分かりにくい時とかに、手拍子でやってあげる時に、口ずさんであげる時に、四分音符一個ずつでまとめれるっていう力があると、かなり、その楽譜を見た時へのこの意識というか、なんか理解の仕方が高まると思うので、ぜひ、まあ、ここ四分音符1個でって書きましたが、まあ、一拍の中に音符がどんだけ入ってるかっていうのを理解してみるっていうのも一つの、方法だと思いますので、ぜひやってみてください。はい。で、最後ですね、じゃあもうこんなの分かったわってなったら、じゃあイントロ、最後まで、やってみましょう。もう これはコードを当てはめるだけです。まず最初にこれやりました。6弦弾かずに33033いきましたね。うん。で、次、ここの33の4弦の3が2に変わるだけ。うん。で、ゆっくりやると、なので、この33033をこれ1小節を
もう一回繰り返して2小節同じことやります。うん、ここまでいったら3、2、0、3、3。うん、こんな感じです。はい。で、最後だけ、こういう感じで。って感じになります。これはですね、チャランチャラン、ちょっとチャンチャンって感じなんですけども、最後は、2、0、0、3、3。って感じです。最後だけね、ここが、ちょっと、チャラン、チャランチャラン、チャチャ、チャン、チャンって感じになるんですけども、こんな感じで変わるんですけれども、ここは簡単だと思います。はい、いかがでしたでしょうか？かなりゆっくりですね、一小節についてやったので、長く、もしかしたらつまらなかったかもしれないんですけれども、こういう感じで考えてやってあげると、今後にも活かせるかなと思いますし、オンリーロリーグローリーもね、ちょっと理解が深まるかなと思いますので、もしよければやってみてください。はい、今回は、バンプオブチキンさんのオンリーロリーグローリーのストローク解剖編でした。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、こういうのもやっていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。またね。